次に大橋智弘議員の質問を許可します。大橋議員。今議会におきましても一般質問の機会をいただきまして誠にありがとうございます。私事で恐縮ではありますけれども、2歳半になる娘の口癖がどこで覚えてきたのか、後を解散のなんだかなであります。せめて今回行政のご答弁だけはなんだかなということにならないようにお願いを申し上げまして、同僚議員の残りの時間すべてをすべからく頂戴をいたしまして、今回質問させていただきたいと思います。なお3、枚方市の障害者雇用については今回時間の関係で削除いたします。まず防犯対策についてお尋ねいたします。今回の質問では犯罪や非行が起こらないようにするという意味で青少年健全育成ということも広く含まれるとした上で、この項目で質問をさせていただきます。教育委員会では子どもが犯罪や非行を起こさない、また巻き込まれないことを目的に市内の小学校5年、6年生および中学生を対象に大阪府少年サポートセンターなどによる非行防止教室を実施するなどの取り組みをされていると聞いております。今年度森口にあった少年サポートセンターが枚方少年サポートセンターとして本市に移転をしてまいりました。これを踏まえ市内の小中学校の子どもたちの健全育成のため、こうした社会資源を有効に活用した取り組みを拡充すべきだと考えております。そこで現在少年サポートセンターをはじめとする関係諸機関と連携を図っている取り組みについてお尋ねいたします。合わせてそのような取り組みを拡充していくことについて教育委員会のお考えをお尋ねいたします。次に消防救急体制についてお尋ねいたします。高齢化社会を迎え、またこれからの時期は昨日の王子議員の質問にもありましたように熱中症のリスクが高くなることから救急需要は高まるばかりであります。救急車を要請してから現場に到着するまでの時間のことは救急救命の用語として空白の時間と呼ばれ、その時間をできる限り短くするよう消防職員の皆様には日々奮闘していただいているものと認識をしております。ただ救急車をタクシー代わりに使う市民がいるということが社会問題としてクローズアップされてきております。そこでこの空白の時間の短縮のためにも救急車の適正利用が求められるところではありますけれども、こうした啓発についてどのようにされているのかお尋ねをいたします。また行政側としては救急車両の適正配置が求められるわけでありますけれども、本市では救急車を要請してから現場に到着する時間は平均で何分程度となっているのか、全国平均との比較と陽性件数についても合わせてお伺いをいたします。次に市内の交通環境の改善についてお尋ねいたします。本市域では平成22年に第二京阪国道が全線開通し、昨年は長尾駅前広場が開設をされました。また都市計画道路葛葉中宮線の開通や枚方公園周辺の大規模な交通形態の見直しなど、市内の交通環境は改善されつつあるものと思います。しかしながら局地的に市内には交通渋滞やそれに伴う危険箇所が数多く存在しているのも事実であります。そして個人的にはこの枚方の魅力を減退しているのはこうした渋滞問題、安全対策だと思っておりますし、これは地域に密着した自治体、すなわち枚方市が取り組むべき課題だと認識しております。そこでこれら市内の交通環境を改善するためには道路ネットワークとしての幹線道路などの整備や交通施設のバリアフリー化の公共交通の利用促進などさまざまな観点での取り組みがなされてきたと思いますけれども、まず現在の取り組みについてお尋ねいたします。次にスポーツ環境の充実についてお尋ねいたします。スポーツは青少年にとって心身の発達や人間形成にかかる影響が大きく、中高年や高齢者の方々にとっては体を動かすことによる健康面や精神面でのプラスの効果があります。以前から申し上げておりますように枚方にはスポーツを楽しむ団体が数多く存在しておりますが、スポーツ大会や日々の練習等を行うのにどことも、グラウンドの確保に苦労をされておられます。
本市はスポーツ大会ができるグラウンドの整備状況について決して満足のいくものではなく、近隣他市と比較しても低い数字が出ているとの調査もあります。そこでまず本市が設置している有料グラウンドにおける土日祝日の利用状況と来年から利用できる屋外スポーツ施設の整備状況についてお尋ねをいたします。次に集中豪雨対策についてお尋ねいたします。先日前田議員への答弁によって久世葉地域の雨水排水の流末である北部ポンプ場の状況については理解をいたしましたが、その対応については下水道法に基づく整備計画を進める、また施設の長寿命化計画により適切な維持管理を進めていくとのことでありました。限られた予算ではありますが、できる限り早急に進めていただくよう、これについては要望とさせていただきます。また近年の計画降雨を上回る集中豪雨では久世葉地区をはじめ市内各所で浸水被害が発生しております。僕も機会あるごとに議会で質問要望をし、市からは下水道浸水被害軽減総合計画を佐田排水区に引き続き、今年度は久世葉排水区においても策定していくとの答弁をいただいております。先ほど二府議員からもありましたし、以前から申し上げておりますが、具体的には貯留施設の新設や利根川天満川に加えて船足支線の新設などになると思います。こちらの方についても地元の声を聞きながら速やかに計画を策定し、着実に事業を進めていただきたいと思います。さてハード整備についてはこれまで何度も取り上げてまいりましたが、今回は地域住民としての対応についてであります。ポンプ場の話に戻りますけれども、ポンプ場には水だけではなくていろいろなゴミも一緒に流れてきて、大雨の時には想定外の量が流れるとお聞きをしております。ゴミが多ければ当然水の流れを阻害するため浸水被害を増大しているとも考えられます。自助・共助の観点から市民ができる集中豪雨への意識の啓発として、市民に対するゴミの投棄やポイ捨て禁止等の啓発も必要と考えますが、見解をお尋ねいたします。最後に新名神高速道路にかかる地域との関係についてお尋ねいたします。新名神高速道路事業は24年4月の事業実施着手後2年が経過をいたしまして、地下水や環境等の調査設計業務が行われているとお聞きをしております。また今月16日にはネクスコ西日本新名神東事務所がめぐりの府営住宅前に移転されたとお聞きをしております。現時点における本事業の進捗状況をまずお尋ねいたします。以上で1回目の質問を終わります。石田学校教育部長。はい。1、防犯対策についてお答えいたします。少年サポートセンター等と連携した取り組みといたしましては、議員お示しの非行防止教室に加え、小中学校の生徒指導担当者及び教育委員会、枚方警察、片野警察、枚方少年サポートセンター、子ども家庭センター等による枚方市小中学校生徒指導連絡会において、子どもの問題行動に関する情報交換及び対応についての協議などを行っております。教育委員会といたしましては、枚方市少年サポートセンターと関係諸機関との連携を図ることは、子どもの健全育成や子どもを犯罪から守ることはもとより、非行等の課題を抱えた子どもや保護者への支援の観点からも重要であり、今後一層進めていく必要があると考えております。佐藤市民安全部長。消防救急体制についてお答えをいたします。救急車の要請から現場到着までの時間、いわゆる空白の時間の短縮は大変重要であると認識しております。そのためには市民の方々が救急車を適正に利用していただくことも重要であるとの認識から、救急車の適正利用について広報誌や枚方寝屋川消防組合のホームページ、啓発用ポスターなどを通じて広く市民に広報を行うとともに、自主防災訓練や救急救命講習等さまざまな場面で啓発を行っているところでございます。次に枚方市における救急車の出動件数でございますが、平成24年中の実績で18,678件、
到着時間は平均で 6.7 分でございます。また平成25年中では19,196 件の出動があり、平均 6.6 分での到着となっております。全国平均と比較をいたしますと、平成24年中の平均到着時間が 8.3 分となっており、本市の方が 1.6 分早く現場に到着していることとなります。しかしながら119番通報されてこられる市民の方々は、1分1秒でも早く現場に到着してほしいと願っておられることから、今後も引き続き枚方寝屋川消防組合と連携して空白の時間の短縮に努めてまいります。小山土木部長。はい、市内の交通環境の改善についてお答えいたします。道路ネットワークとしての整備につきましては、現在は枚方藤坂線、牧野長尾線、御殿山小倉線および中堀片野線の都市計画道路の整備や、交通結節点機能として牧野駅や長尾駅に続きまして、今年度は津田駅東口の駅前広場整備を進めております。また鉄道駅や駅周辺道路のバリアフリー化も順次進めており、合わせまして公共交通の利用促進を図るため、市転入者への交通タウンマップの配布や、バス利用者の利便性の向上策として案内モニターの設置やバスロケーションシステムの導入等、ハード面とともにソフト面からも市内交通環境改善に向けて取り組んでおります。次に新名神高速道路に係る地域との関係についてお答えをいたします。新名神高速道路は事業着手後、平成24年10月には事業者のネクスコ西日本と大阪府及び本市が沿線6会場にて地域コミュニティ協議会の協力のもと事業説明会を実施いたしました。その後、用地取得保証等に関しましてはネクスコ西日本が主任となって、平成25年4月から5月にかけまして土地等権利者向け個別相談会を、平成26年3月から4月にかけまして用地取得料物件調査立ち物件調査立ち入り説明会を実施し、現在は用地測量と物件調査を進められております。環境に関しましては、平成25年8月から26年5月まで夏季、秋季、冬季、春季の4四季におきまして大気質調査を実施し、現在は結果の取りまとめが行われております。また本年6月からは地下水に関する調査も実施されております。道路設計に関しましては、設計のために実施をいたしました土質測量調査などをもとに現在設計業務が行われているところでございます。西口社会教育部長。はい。5、スポーツ環境の充実についてお答えいたします。本市が設置している有料グラウンドは伊香賀スポーツセンターとサプリ村のスポーツセンター、都市公園施設としてワニ公園、氷ヶ丘中央公園、中野池公園にございます。土日祝日の利用状況ですが、どこの施設も 90% 前後の利用率となっており、抽選倍率も高いところでは80倍を超える日もございました。次に平成27年度の休養開始を目指している屋外スポーツ施設としては、東部スポーツ公園に硬式野球もできる野球場と春日テニスコートのリニューアルでございます。片岡下水道部長。はい。集中豪雨対策についてお答えします。本市ではポンプ場の排水機能を確保するため、スクリーンや除塵機を設置し、降雨時に流れてくるゴミを機械や人力で取り除いています。議員お示しのとおり、水路等に大型ゴミや空き缶、ペットボトルなどが投棄され、大量のゴミがポンプ場に流れてくる状況となっており、ゴミの投棄やポイ捨てをなくすることは、ポンプ場の排水機能や水路、汚水管等の流水機能が確保でき、浸水被害の軽減に効果があるものと考えております。
今後はゴミの投棄やポイ捨て禁止等について本市の広報誌やホームページなどにより市民の皆様へ情報発信を行い啓発に努めてまいります。大橋議員。それぞれにご回答ありがとうございました。これから2回目の質問に移りたいと思います。まず防犯対策について、少年サポートセンターの非行防止教室に加えて小中学校生徒指導連絡会における連携については理解をいたしました。サポートセンターではいわゆる触法少年や補導された少年への個別の立ち直り支援なども行っております。これについては学校からの要請があって初めて支援ができるという枠組みになっております。逆に要請がなければ活用されることはないということでありますから、ケースに応じて有効に活用をしていただくよう要望をさせていただきます。さて本市には市長が委嘱をしている青少年育成指導員と呼ばれる方々がいらっしゃいます。非行防止を目的とし青少年に対する指導や啓発活動パトロールなども実施されておられるとお聞きをしておりますが、その活動内容についてまずお尋ねいたします。またサポートセンターではケースワーカーや警察官 OB が青少年育成指導員では地域性や社会的信望のある地元住民を中心にそれぞれご活躍をいただいております。せっかくサポートセンターが枚方に移転されてきたわけですから、それぞれが別個に活動するだけではなくてお互いの長所を生かす形で各々の任命権者を超えて連携し少年非行の防止に取り組むべきだと思いますが、合わせて見解をお尋ねいたします。水野子ども青少年部長。本市の青少年育成指導員は各地域において青少年に関する相談、青少年団体の育成、街頭における青少年の指導、青少年に有害な社会環境の浄化など青少年を取り巻く社会環境の整備及び青少年の健全育成に取り組んでおります。例年7月には枚方方の警察署と連携し暴走族追放キャンペーンの街頭活動を行うとともに、夏季や年末には市内全域で一斉パトロールなども実施しているところでございます。本年4月、大阪府警察本部、大阪府教育委員会の3社が連携し活動されておられます少年サポートセンターが本市に移設されましたことから、今後本市の青少年の健全育成の観点から情報交換や連携を図ってまいりたいと考えております。大橋議員。はい、ありがとうございました。僕は以前更生保護犯罪や非行と、向き合う仕事をしていたんですけれども、この世界にはですね保護司と呼ばれる方々がいらっしゃいます。ただ保護司はこれまで、それまでですねもっぱら国の刑事政策の一翼を担う存在として、どちらかといえば府とか市とか地域との関わりを、むしろ、立つといいますか少なくしてひっそりと活動をしてきたという印象があります。しかし近年やはり実際に事案が発生する地域との関わりの中から地域の他の団体のご協力も得て活動していくよう方向転換しておられまして、少しずつ定着をしてきていると思っています。とりわけ同じような趣旨目的で活動されておられる団体については顔の見える関係の中からお互いの長所を生かすことが求められると思いますので、ぜひともですね任命権者を超えた連携取り組みを要望しておきます。地味かもしれませんけれども、そうした取り組みの積み重ねが地域の力を高めていくことになると思いますので、ぜひお願いをいたします。さて防犯対策といいましても、基本的にこれまで申し上げてきたように地域の目人の目というソフトが基本だと考えております。しかしながら人員や時間的な観点から限界があるのも事実であります。ハードの施策として現在23年度に設置をされました55箇所72台の防犯カメラが挙げられます。この防犯カメラの効果についてどのように検証されておられるのかお尋ねをいたします。また防犯カメラには犯罪抑止や犯人検挙に大きな効果があるものと認識しております。ただ防犯カメラはですねスケールメリットを生かしてこそその能力を発揮するものですので、この際さらに防犯カメラを増設すべきだと考えますが、合わせて市の見解をお尋ねいたします。佐藤部長。まず防犯カメラの運用に伴う検証効果でございますが、捜査機関からの依頼により画像データを提供いたしました件数は平成24年度で58件、
平成25年度で50件でございます。警察からは提供した画像により、強盗致傷、強制わいせつ、オートバイ等などの被疑者の検挙に至ったというふうに聞いております。次に現在の取り組み状況でございますが、防犯カメラはこのように該当犯罪の未然防止のほか、被疑者の特定、検挙に効果があると認識しております。そこで現在、個人情報保護の観点や、捜査機関への迅速な画像提供の方法など、課題整理を行い、設置のない地域への増設に向け、検討を進めているところでございます。大橋議員。はい、ありがとうございます。50件オーバーということで、確かに効果についてはあるのかなと思っております。正直なところですね、この防犯カメラについては、この6月補正ででもですね、上がってくるのかなということですら思っておりました。とはいえ、増設は近いものだというふうに期待をしておりますので、設置にあたっては地域の実情に応じまして、地域の要請等もお聞きいただくように要望をさせていただきます。続いて消防救急体制についてでありますけれども、到着時間については職員さんの必死の努力もありまして、全国平均よりも早いということについては理解をいたしました。適正利用についてなんですけれども、自主防災訓練、それから救急救命講習ですね、等でも啓発をされておられるということでありましたが、僕自身、自主防災、あるいは救命講習も何度も参加しておりますけれども、あまりそこでは聞いたことがないようにも感じております。確かにですね、適正利用については啓発が難しいと思うんですけれども、こういった場面でもですね、できる範囲での啓発について、さらにお願いをしたいと思います。それでは、さらにお尋ねをしたいと思いますけれども、本市における救急車の保有台数はどうなっているのでしょうか。特に本市の東部地域は非常に広大であるため、到着時間が遅いのではないかというお声をいただいております。東部地域における救急車の配備には配慮が必要であり、地域性や全体のバランスを考慮した上で増やしていくべきだと考えますが、見解をお尋ねいたします。佐藤部長。本市における常時出動できる救急車の配備台数は、平成25年度までは9台でしたが、本市の救命救急体制をより一層充実させるため、本年4月1日に東部地域の長尾出張所に1台救急車を配備し、現在の配備台数は10台となっております。これによりまして、東部地域における救急車配備台数は、枚方東消防署、北山出張所、長尾出張所、氷室出張所の4台となり、一定の充実が図られましたが、今後も枚方寝屋川消防組合と連携して、市内全域の救急車の適正配置について検討し、さらなる救命救急体制の強化に取り組んでまいります。大橋議員。はい、ありがとうございます。実際に東部地域のですね、到着時間がどうかとかいうことはお聞きをいたしませんけれども、引き続き救急体制の充実に向けお願いをしたいと思います。さて今回ですね、消防の方の体制等についてはですね、ヒアリングのみということで、質問まではさせていただきませんでした。要望といいますか、提案をさせていただきたいんですが、僕自身も消防団として火災や集中豪雨の際に出動して感じることにですね、実際の現場では消防職員と消防団員が連携をして対応を行う場面もありますけれども、その割にですね、日頃の連携が少ないんじゃないかなということを感じております。実際指揮命令系統の問題課題等もあるんでしょうけれども、有事を想定してのですね、平時の関わり方について検討をお願いしたいと思います。次に市内の交通環境について再質問をいたします。地域全体の交通環境の改善に向け、それぞれの観点から取り組んでいただいていることは理解をいたしました。そこで今回、枚方市駅周辺の交通環境の改善についてお尋ねをいたします。まず、枚方市駅周辺再整備ビジョンでは、市駅周辺の交通環境の改善については、どのように考えているのか、まずお尋ねをいたします。殿谷都市整備部長。はい、枚方市駅は、京阪沿線屈指の乗降客数を有し、バス路線も充実しているなど、広域的な結節点であるわけですが、不動京都無肉線の渋滞の抜け道として駅中心部を通過する車両が多く見られる状況となっております。このため枚方市駅周辺再整備ビジョンでは、地区内に外周道路網を形成することで駅中心部への車両を侵入を抑制し、
交通環境の向上を図るとともに、駅前広場の拡充によりまして、バスやタクシーをはじめとする交通動線の円滑化を図ることとしております。大橋議員。はい、ありがとうございます。市駅前からですね、なるべく自動車を遠ざけるという考え方だと思いますけれども、それでは市駅自体の混雑は解消できても、京都森口線をはじめとする幹線道路の渋滞解消にはつながらないんじゃないかなというふうにも感じます。僕はこれまで久座平家周辺や長尾駅周辺などの渋滞解消等についてですね、質問、要望をしてまいりました。今のままではさらに渋滞しますよとかいう形で質問をするわけですけれども、行政側から何らかの対策についてお答えをしていただくのですが、いずれもですね、実際にはやはり渋滞が発生している、むしろ行政の予想以上に発生しているというのが関の山のようにも感じています。当然枚方市だけの問題ではありませんけれども、この枚方市駅前についてもですね、おそらくビジョンが実現したとしても、同じように、あるいは以前にも増して、渋滞が発生するのではないかと危惧しております。せっかく駅前を整備するわけですから、交通環境についても、利用者や交通事業者の声をしっかりと聞いて、施策を組み立てるよう要望いたします。とりわけ、京都森口線の渋滞解消を目指すならば、後ほども触れますけれども、それこそですね、淀川渡河橋の件についても、もっと熱心に取り組まねばならないと思います。さて、話を進めまして、枚方市駅周辺では、新病院がこの秋にもオープンをいたしますが、そのアクセス道路となる枚方藤坂線は、自動車と歩行者、自転車等が錯綜して、大変危険な道路であることは、すでに議会からも指摘をされております。現在、枚方藤坂線の新病院付近では、大阪府において拡幅工事をされておりますけれども、枚方市が事業を行っている当該路線の枚方市駅方面も合わせて、現在の進捗状況についてお尋ねをいたします。さらに、この枚方藤坂線の整備によって、変則交差点の改善など、枚方市駅東側の交通環境が改善され、すっきりするものと思いますけれども、この効果についても合わせてお尋ねをいたします。小山部長。枚方藤坂線整備事業の進捗状況とその効果についてお答えいたします。大阪府の事業区間は西金谷東交差点から新病院東側の金谷交差点までの約570メートルでありまして、新病院付近におきまして歩道設置、車道舗装などの工事を今年秋の新病院のオープンに合わせて整備が進められております。残る区間におきましても順次整備を進めていただいております。また本市の事業区間であります岡東町のサンプラザ3号館前から西金谷東交差点に至る延長約400メートル区間では320メートル区間におきまして、このほど工事請負契約を締結をいたしました。残る区間におきましては用地の取得に向け鋭意交渉を進めております。枚方藤坂線整備事業の効果といたしましては、道路拡幅に合わせ西金谷東交差点の改良も行うことで、既存の一方通行の解消や変則交差点の改善、また本市では初めての取り組みとしての歩道と車道との間に自転車通行空間を設けることで、歩道や自転車通行空間も適切に確保できることから、枚方市駅東側の交通環境が大きく改善されるものと考えております。大橋議員。はい、ありがとうございました。自転車通行帯につきましては、これまで大地議員が求めてこられまして、非常にいい取り組みだと思います。現在の工事の様子を知った地域住民や関西外国語大学の学生などから非常に期待が大きいとも聞いております。引き続きよろしくお願いをいたします。続いて渋滞や安全対策として言えば、京阪本線連続立体交差化事業があります。今年初めに地元説明会が開かれまして、ようやく今年度から具体的に事業が動き出したと聞いております。地元をはじめ市民の皆様も期待とやっとかというお気持ちの両面あるのではないかと思います。子どもの頃からですね、世界の車窓からではなくて京阪電車の車窓から外を眺めますと、この風景が定番でありました。
一刻も早く改善されてほしいと思うわけでありますけれども、この京阪連続立体交差化事業によってどのような効果が得られるのか、また現在の取り組み状況についてお尋ねをいたします。小野矢部長。連続立体交差事業の実施区間には枚方、寝屋川地域、合わせまして21箇所の踏切がありますが、このうちいわゆる開かずの踏切が20箇所ございます。このため府道八尾枚方線と交差する三和踏切等では、踏切が閉まるたびに渋滞が発生し、高前寺駅付近では歩行者、自転車が踏切のあたりであふれる状況となっております。こうした交通環境上の問題を本事業により解消するとともに、府道八尾枚方線の拡幅と環境速度を整備することで、歩車ぶりによる安全性の確保を図り、また併せて高前寺駅および枚方公園駅の駅前広場を新設拡充することで、駅利用者の利便性も高まることが期待できます。次に事業の進捗状況でございますが、本市は事業進捗に欠かせない用地取得等の業務を大阪府から受託し、面積約27,000平方メートル、権利者約900人の方々を対象に5年から6年をかけて用地取得等を行っていく予定でございまして、今年度から事業の範囲を確定するため用地測量や土地の境界確定作業を開始し、範囲が確定できたところから用地取得等に向け取り組んでいるところでございます。当事業には膨大な作業量と経費を要しますが、交通環境の改善に向け取り組んでまいります。大橋議員。はい、ありがとうございます。今定めているですね、スケジュール、できる限りですね、遅れないようにしていただきたいと思います。局地的な渋滞の解消や安全対策はまさに枚方市の本来業務だと思います。そこが府道だから、国道だからといって黙っていれば府や国が声を上げてくれるわけではないと思います。まして府道であれ国道であれ、そこに暮らす市民からすればそれは関係のないことでありますし、やはり地域に密着した枚方市が前向きに取り組んでいただきますように引き続きよろしくお願いをいたします。続いてスポーツについてであります。施設の整備は一定進めていますけれども、それでもやはり土日祝日の利用状況はどこの施設も飽和状態であります。その解消策として、以前も申し上げましたけれども、枚方市内の大学にグランド開放をお願いすべきと考えますが、改めて見解をお尋ねいたします。西口部長。はい。市内大学のグランド開放につきましては、事業やクラブ活動でほとんどの日程が使用されているため、一般への開放は難しいという返答でありましたが、一部の大学では単発のスポーツイベントについてご協力いただける旨の返事をいただいております。今後も引き続き働きかけを行ってまいります。大橋議員。はい、ありがとうございました。働きかけをしていただいたことについては評価をいたします。ただなかなか難しいところもあるということで、継続課題としていただきますように要望いたします。さて、これまで教育委員会に対してスポーツ環境の充実について何度となく質問要望をしてまいりました。何も教育委員会所管でなくてもいいんじゃないかということが今回分かりました。6月上旬に示されました小谷にある枚方市一般廃棄物最終処分場の暫定利用についてであります。暫定利用とはいえ、枚方市内に不足しているグラウンドの新設や拡充に向けてスポーツ施設の充実を求めてきたものとしては、そうした主張を受け止めていただいたものと純粋に評価をいたします。改めてその内容についてお尋ねをいたします。坂本環境事業部長。枚方市一般廃棄物最終処分場は、平成14年に焼却灰等を埋め立てを終了し、法律で定める廃止基準の適合を確認できるまで、維持管理に努めています。このような中で、土地の有効活用について要望がある中、安全性の確認について調査等を実施してきました。その結果、現状の広場利用を条件として、利用区域を定め、安全対策等を実施することで、利用可能と判断しています。利用につきましては、スポーツに対する市民ニーズに応えるため、スポーツを主体とした団体に現地を確認していただいた上で、登録していただく予定です。
なお今回は利用状況の把握を目的として暫定的な利用を行うものです。大橋議員。はい、ありがとうございました。所管スポーツ所管の教育委員会の社会教育部でなくても内部の垣根を越えてお金をかけずにスポーツ環境をの充実を図るべきですので改めてこの点について要望をさせていただきます。この件に関しては暫定利用ということで将来的には暫定というところもどうしていくのかについて検討していただきたいと思います。また利用のあり方や管理のあり方についても他のスポーツ施設と同じようにしていくのかなど今後の課題もあります。利用状況を見極め今後の検討をお願いいたしますとともに何よりも安全対策には万全を期していただきますようにお願いをいたします。続いて集中豪雨対策についてであります。ゴミの投棄等に関してはしっかりと啓発していただいて被害の軽減に努めていただきたいと思います。単なるポイ捨て禁止ということよりはそのポイ捨てが浸水被害を助長しかねないという啓発があってよいと思いますのでよろしくお願いをいたします。さて浸水被害軽減に向け自助・共助の取り組みとして土のうステーションの設置を進めているとお聞きしています。いざ市民レベルでできることの一つに土のうの設置があります。大雨が襲ってきて欲しい時にはもう市はてんてこまいということもあろうかと思います。そうならないように市内各地にあらかじめ土のうステーションを設置し市民が欲しい時にそこから土のうが手に入るというのは自助の取り組みを促すものとして有効だと思います。今後も積極的にステーションを増やしていくべきと考えております。現在の土のうステーションの設置状況や今後の設置予定についてお尋ねをいたします。片岡部長。はい、土のうステーションの設置状況についてお答えします。本市では地域の自主的な防災意識の向上や自助・共助によるソフト対策の取り組みとして自治会等と協議しながら土のうステーションの設置を進めております。現在は葛葉地区に4カ所、池宮地区に1カ所をそれぞれ設置しており、宮の坂地区や中振地区においても設置に向けた手続きを進めております。今後も順次設置を進めてまいります。大橋議員。はい、ありがとうございました。この取り組みについては柔軟に行う必要があると思います。現在はいわゆる公益的な施設や場所にのみ土のうステーションを設置していると思いますが、場所によっては了解とか地域のコンセンサスを得た上で民地にも設置することができれば有効だと考えております。行政の本来の役割や支線役割は支線や水路の整備などハードの施策でありますけれども、それが間に合わない間はソフト施策を積極的に講じるべきだと思いますので改めて要望させていただきます。また次の話にもつながりますけれども、新名神高速道路整備事業で整備すべき地点と集中豪雨における浸水被害が著しい地点は重なる場所が非常に多いと思います。新名神整備を進めるにあたり地元の声を聞きながら浸水被害の軽減につながることやそれに代わることは一体何なのかという視点をしっかり持っていただきまして、ネクスコや大阪府ともこの視点を共有して新名神整備と集中豪雨対策の一石二鳥の取り組みができるようにしていただきたいと思います。少なくともこれについては地元自治体である枚方市が言い出さなければ、絶対にですね、実現しないと思います。国が大変ですね、どうぞやりましょうかということには多分それはならないと思いますから、この点について地元の自治体としてぜひよろしくお願いをいたします。最後に新名神に関して現在の状況については一定理解をいたしました。地元住民は高速道路本線の道路構造やそれに関連する取り付け道路アクセス道路がどうなるかを非常に心配し不安に感じています。今後地域への説明責任をどのように果たしていくのか、また市として本事業にどのように対応していくのか改めてお尋ねをいたします。小山部長。新名神高速道路事業の進捗などについて地域の方々の声は本市にも届いており、情報発信の必要性を十分に認識しております。そこで現在ネクスコ西日本が進めております道路設計や大気質調査の指揮観測の結果などが本年夏ごろにまとまる予定となっており、その後速やかに地域の方々に説明をさせていただく機会を設けていくようネクスコ西日本や大阪府と協議を進めているところでございます。
引き続き設計を進める上で、新名神高速道路などが周辺環境に十分配慮した道路になるよう協議してまいります。大橋議員。はい、ありがとうございました。さて、新名神高速道路事業に関連して、今回の建設委員協議会では、淀川渡河橋の整備促進について報告がありました。この中で、新名神併設橋については、整備後の取り付け部付近における交通量の増加や、京都森口線へのループ構造での取り付けにより、地域に大きな影響をもたらさないかなど、地域の方々が非常に心配されておられます。まあ、もっと言えば、こうしたループ構造が実現すれば、立ち退かないといけない地域も生じることになるにもかかわらず、当該地域にきちんとした説明がなければ、地元住民はどうしたらよいのかということにもなります。こうしたことから、淀川渡河橋に関する情報についても、地域の方々へ速やかに提供していくべきでありますけれども、市の見解をお尋ねいたします。小山部長。今回、報告させていただきました淀川渡河橋の整備促進につきましては、牧野高槻線橋梁と新名神併設橋のそれぞれの必要性や課題、整備効果について検証ができたところでございます。現時点では具体的な方向性が定まったものではなく、対岸の高槻市や島本町と認識を深めながら、国と府に事業化が図られるように働きかけてまいります。渡河橋の検討につきましては、一部の地域におきましては、情報提供の要望を受け、対応をしております。今後予定しております新名神高速道路の説明の機会を捉え、淀川渡河橋についても真摯に対応をしてまいります。大橋議員。はい、ありがとうございました。併設橋については、多くの議員の皆様からご意見がありますように、実現に向けて市長を先頭に取り組んでいただきたいと思います。まあ、むしろこれが実現しなければ、本市のメリットは一体何なのかということにもなりますので、できることはすべてしていただきたいと思います。重ね重ねになりますが、今、新名神や併設橋に関係する地域は非常に過敏になっているといいと思います。言っていいと思います。先日も私有財産の活用ということで、北部別館の一部用地を民間駐車場として活用するケースに関して、これはこれでいい取り組みだと思いますけれども、民地との接続地であるにもかかわらず、地元に情報提供がないまま大規模な工事を迎えたため、新名神の施設でも建つのかと地域で大騒ぎになったことがありました。まあ、通常は小規模な道路工事であっても、何らかの情報提供があるということであります。まあ、これ以上申しませんけれども、まあ、うっかりしていたということでは、地域住民の不安は増すばかりであります。何でもかんでも地域地域と言いたいわけではありません。当事者意識を持って地域と向き合って説明責任を果たすように丁寧な対応を求めておきたいと思います。まあ、そういえばですね、こうした場合に総合調整担当の山下理事の出番なんでしょうか。まあ、今回答弁の機会がなかったようで配慮不足を痛感しております。まあ、次回以降ですね、改めてまたお願いをしたいと思います。少し長くなって本当に恐縮ではありますけれども、お釈迦に説法というところもあったかと思います。本当に一般質問最後までお聞きいただきましてありがとうございました。これにて大橋智博議員の質問を終結します。